せーの、頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！光っちゃった。Thank you.
年忘れ大晦日スペシャルのテーマ、感じよう花火の力、日本の力。第1部は日本伝統の和太鼓の調べの持つ荘厳な力と、世界屈指の技術を誇る花火の持つ日本の力との共演から始まりました。ツインリンク茂手木花火の祭典では初めての試みとして生演奏と花火とのコラボレーションでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今回和太鼓の演奏をされた大塚宝さんは、大きな内輪太鼓に打ち上がる花火の持つ力を感じながら魂をぶつけて打ち込むと語られていました。力はただ太鼓を響かせただけではなく、皆さんの心も響かせたと思います。そして花火が夜空に開くとき、花火の持つ力も一緒に皆さんに舞い降りたと思います。感じる力を皆さんの新たな年にかける希望の力として、皆さん一人一人の心の中に持ち帰っていただければ幸いです。天空高く舞い上がり開く花火は下を向いていては見えません。日本に闇を落とした1年は今日で終わりです。皆さん花火を見るように上を向いて新たな年を迎えましょう。本日の打ち上げは3部構成でお届けしています。各部の構成は通常の花火の祭典打ち上げ構成時間の約倍の時間です。これは全体のイメージを伝える花火師の構成力を必要とすると同時に、菊屋小畑花火店の卓越した技がなせるものです。音楽にシンクロさせた花火構成と打ち上げ総数8000発の花火をこの後もご堪能ください。それではプログラムを進めてまいりましょう。第2部は絆と題しました。凛とした空気の中に夜空に開くさまざまな花火の花が次第に手を取り合うように咲いていきます。そして最後にはオリジナルスターマイン絆の花が皆さんとの心の絆を結びます。では第2部絆の始まりです。